はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、それでは本日は昨日のグルーラアグロに続きまして、今度はミド、アグロじゃないな、ミドターンのクリーチャーデッキですね。はい、これでやっていきたいと思います。はい、プレイ。はい、それではやっていきます。さあ、手札はまあまあ OK か。恋煩いの野獣で2ターン目なんか出せるやつ来てくれるとありがたいですけどね。向こうはディミアカラーかな、なんかなんとなく スリーブが。はい、恋煩いの野獣から11トークンを出して、さあ何もできない。殴る、アタック。さあ、ヨルボ。なんでしょうね。相手のデッキがまだちょっとよくわからん。わかんないけど、はい、生川収集家。はい、恋煩いの野獣。普通にラストンできたりするのかな。さあ、アタック。ミドタンはどうしてもラスに弱いですね。速攻クリーチャーもほとんどいないですし、出して次のターンから殴る。1枚土地あれば空の粉砕が飛んできますしね。もう採掘の強靭か。まあ、とりあえず恋煩いの野獣が殴れないってことですかね。さあ、ショックインしてこない。さあ、どうする？骸骨の巨人来るか？来ましたね。あと土地を引けば勝ちかな。土地引きましたね。現象の力で X が4。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。ヨルボかなんか引いてほしいかな。あー、やばい、グレートヘンジかぶった。このパターン結構やばいかも。
はい、ビビアン。From the smallest ant to the largest hydra, nature is beautiful.名前はちょっと除去されるか。はい、国葬の模範ブロックしてくるか。あ、してきましたね。はい、レギサウルス。レギサウルスか。結構厳しいぞ。はい、探索する獣。さあ、アタック。接種ビーム強いですね。残忍な騎士。また来たか。探索する獣。いやー、獣強いですね。決まれ。さあ、こいつらではブロックができない。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。はい、7枚でキープ。先行だけど一旦目動けないのはちょっとしんどいね。まあでも生側ぐらいしか入ってないから仕方ないんですけどね。はい、楽園のドルイド。さあ、これで次のターン探索する獣で殴っていきましょうか。さあ、アタック。英雄的介入構えながら殴っていったらいいかな。これ難しいね。とりあえず殴れか。アタック。はい、ターン終了。もう一枚探索する獣が来てくれたらいいんですけども。はい、はい、ヨルボ。もう一枚土地が欲しいね。はい、メレティス誕生。はい、骸骨の巨人。お、これはありがたい。はい、お、土地が来た。土地が来たけど、リビアン。はい、アタック。
はい、オッケー。はい、ターン終了。相手とりあえず全除去なさそうですね。ペスカツ対英雄的介入。6マナ、7マナ、なんかあったっけかな。さあ、アタック。はい、ターン終了。さあ、残りライフが4。速攻クリーチャーなんかいたっけかな。ケラトプスか。はい、英雄的介入。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それではデッキ紹介いきたいと思います。はい、ミドタンクリーチャーということで、生川収集家が4、クロールの森内が2、英雄的介入が2、楽園のドルイドが4、アサルナンデーが2、強行突破が2、ギャレンブリグの領主ヨルボが3、恋煩いの野獣が3、アークイミのレインジャービビアンが3、探索する獣が3、変容するケラトプスが3、グレートヘンジが2、原初の力が3、森が24ということでね。まあ、ゴリゴリのクリーチャーデッキですね。ただただ、パワーで押し切る。もうそれだけです。まあ、一応サイドボードにね、いくつかクリーチャーは入ってるんですけども、まあここは大体いいですね。はい、適当に入れてます。まあ、あのビビアンから持ってくるようですね。まああんまり使うことはないですけど、はい、そんな感じで今ランク戦ミシック隊で回しましたけど、3戦3勝ということでね、結構安定して戦えるんじゃないかなと思います。この英雄的介入がまあ3戦目でも結構活躍したんですけど、まあ緑のもう最後の切り札ですね。全除去にどうしても弱いんで、はい、お守り的に入ってるやつです。結構でもね、ハマることが多いんで使い勝手いいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでよかったら遊んでみてください。それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。